アーロン・ルーエルはアメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ生まれの俳優、写真家である。ルーエルは1976年にカリフォルニア州フレズノに生まれる。高校卒業までをそこで過ごし、ユタ州にあるブリガム・ヤング大学へ進学して、フィルムを専攻。映画、ナポレオン・ダイナマイトに主演したジョン・ヘダーや、監督のジャレット・ヘスも同じ大学の出身である。 2001年あたりから短編映画の撮影やスチールフォトグラファーとしてキャリアをスタート。そして2004年にジャレット・ヘスが監督のインディーズ映画ナポレオン・ダイナマイトに出演。ジョン・ヘダー演じるオタクな主人公、ナポレオン・ダイナマイトをもしのぐほどの濃いキャラクターの兄、キップ・ダイナマイトを演じた。この出演をきっかけに一役その名前も知られるようになり、 翌年のティーンチョイスアワードにもノミネートされた。当時のその人気からアメリカ国内のコマーシャルにも出演している。自身で制作したショートフィルムや商業コマーシャルなどではディレクターとしての才能も発揮。国内雑誌のシュートマガジンにおいて広告業界の中で今後最も有望なディクターにも選ばれた。なお、ナポレオンダイナマイトのオープニングタイトルを担当して、 映画のオフビートな雰囲気を盛り上げる重要な役割を果たしている。私生活ではジュリアという名の女性と結婚。ジュリアも映画業界で編集の仕事をしている。なお、ナポレオンダイナマイトにおいてジョン・グリース演じるリコージさんのガールフレンド役でラストに少しだけ登場している。ありがとうございます。